こんにちは、つちのこです。ペーパーマリオ RPG 続きやっていきましょう。さあ、もうあっという間にまた100回ダンジョンに行くことになってしまったわけなんですけれども、でバッジがですね、教えてもらったのが、連続ジャンプ連続頭突きをかなり使った方がいいよということで、連続ジャンプを習得しますか。これね、3つ。あ、じゃあ次レベルが上がったらにするか。レベル上がったらこの3の連続ジャンプをつけて頑張って連続ジャンプで攻撃していこうということで、それでは行きましょう。また100回ダンジョン一番下まで一気に進みたいと思います。これで50回まで移動できるんだよね、確かね。よし、50回に移動、勝負だ。それじゃあ目をつぶりな。抜け道は秘密だから目を開けるんじゃないぜ。ちなみにコブロンを叩いてメールが来て、号外が来て、100回ダンジョンに新たな敵が出現っていうのが来てやっております。さあ、それでは行きましょうか。何これ、こんなんあんの、なんか出てきたね今、怪物みたいなのが何今の、なんか出てきたぞ。でも怪物の足じゃなかった、恐ろしい。突然怪物の足出てきた。お、バッチ出た、パワープラス、すごいね、いいね。また出た何これ、ああクルクルになっちゃった混乱になったよ。あんな前の100回ダンジョンでは一回もなかったのに。うわ、緊急キノコだらけじゃねえかよ、マジかよ。なんだこれ、もったいな、緊急キノコ。緊急キノコで復活するやん、全部絶対復活するじゃん。ほらもったいねくそーだ。普通にも食べさせれるんだ、あれ。やらかされた、マジ。よし、レベルアップした。ふう、今81回かな。来ました、バッジを上げましょう。はい、 BP69 いいぞ、回復した。もうここら辺からずーっとスペシャル使いながら降りてますからね。よっしゃあ、これだ、これ教えてもらったやつ。バレルでいきまーすちょっと、あ、ちょ、嘘でしょひどい。あ、やっとワープ出てきた。よし、移動しよう。5階下に、俺危ねえ、これ入り口に戻るとか絶対やりたくねえよし、いいぞ。こうやって降りるんだ。5階だとどこまで降りるんだ。ん、これ 90? あ、94階まで来てる。よし、いいぞ。またバッチを上げます。バッチー、なるべく FP を回復できるから FP を使っていくパターンでいこうこれちょっとすんごい爆発いくわ。すんごい爆発で一気に倒したい。全滅したか予想外に全滅しちゃった、ね、もうちょっといけるかと思ったんだけど。オッケー、惑わせの粉、今98、これがラストだね。次が、よし、こいつな。
やばいな。こいつか。こいつか。あー、オッケーオッケー。あの雲を残そう。了解了解。よし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 。で、あの雲残して、スターポイントを、マックスまで回復する。これ、このパターンでいこう。やべ。こいつは絶対倒さなきゃいけなくて、こいつだけは絶対。よしよしよし。まあまあまあ、あとはいいや。オッケー。アピールで全開させて、ここ全開回復ターンです。よし、これでほぼ全開したはず。したね。これはもう全開とみなしましょう。さあ、それでは FP を使いまして、クルリンジャンプやっつけれてねえっていう、恥ずかしい。そうだ、連続ジャンプの練習するべきだった。連続、あ、なんかスター溜まってた。まあいいか。 OKOKOK、 いい感じですよ。で、確かスーパーキノコかなんかがあるから、バレルにスーパーキノコ、マリオにタンコブ、これ使っていこう。よし、来ましたよ。早速使っていきます。タンコブ、マリオ、よし。でスーパーキノコ、バレル、あとはマックスだね。よしよしよし、いい状態。先制されないとかやめて、あとこれだ、何かラッキーは外して、いつも元気大丈夫かな。いや、でも怖すぎる。マリオ、いつも元気はマリオだけつけるか。で残り4、スーパーアピールはマリオは常に攻撃させるからやめる。あ、パワープラスがあるからマリオのパワープラスやるか。マリオのジャンプ力、連続ジャンプがあるからパワープラスする。よし、これでいきましょう。一応マリオだけ、いつも元気にしました。怖っ、大丈夫かな。で、そうそう、まずはクリスチーヌな。よし、あ、ドキドキする。マジ1時間半ぐらいかかるからね、ここまで潜るのに。どうなってる？こんにちは。ここが100階ダンジョンの一番下よ。ゾンババという骨だけのドラゴンがこの部屋を守ってたのよね。それにしてもここまで来た人はマリオが初めてじゃないかしら。さあ、こんな気味の悪いところはさっさと上出ましょう。え、どこ？あ、こんにちは、コブランよ。とっても珍しい生き物で、今ではめったに見ることができないんですって。叩くとタンコブを落とすんだけど、これがまた美味しいらしくて、結構な値段で取引されてるそうよ。同じだね。ところで、幻の生物ってコブランだったのね。分かってるわね、マリオ。今度こそ叩いたりしちゃダメ。いい？絶対だよ。ふぇ、僕コブラン、遠いところからやってきたよ。ここは暗くて狭いけど静かで落ち着けるいい場所だね。はい。これ、ジャンプ。ジャンプで踏めない。あー、ふぇ、そっか、君僕と遊びたいんだ、ドッカーン。どういうこと？ドッカーンだ。え、何この壮大な音楽。え、単行部出てる。なんだこれ。ほんとだ、めちゃめちゃ音楽かっけえじゃん。待って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 、物知りするぞ。ちょ、単行部は物知りできない。まずクリスチーヌ、物知りを頼む。コブランよ、トロピコアイランドにもいた、とても珍しい生き物ね。 HP108 か。最大 HP は108で、攻撃力は10、防御力1よ。こんなところで会えるなんて驚きだわ。攻撃を受けるたびタンコブを落とすわ。その落としたタンコブを使って強力な攻撃をしてくるんだって。え、タンコブを使って強力な攻撃をしてくる。タンコブをなるべく落とさせないように、少ない攻撃回数でダメージを与えていくのか有効よ。え、だんだん増えていく感じ。まさかコブランとバトルするとはね。何を考えてるかわからない顔だけど、怒らせると怖いタイプなのかしら。え、大丈夫かこれ。ということは、前みたいに
ムキムキボディやって攻撃力を高めて連続ジャンプ、これが多分正解なのかな。単行部が増えるって言ってたね。でまずムキムキボディやります。これで一応防御も攻撃も上がるはず。あーまあ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 、攻撃プラス4いいでしょう。よし、なるべく攻撃しちゃダメってことか。いってえ、いたちょっと待って待って待って、やるぞ。連続ジャンプがいいっつだよね。できるかな、うまく集中します。あー、え、1回の攻撃でいっぱい出るよ。ちょっと連続ジャンプ本当連続ジャンプダメなんじゃないのね。一発の攻撃って言ってなかったえ、連続ジャンプではない、もしかして罠か。ちょっと待って、タンコブは攻撃当たらないのかな。ちょっとやってみてえけど全部なくなっちゃったということは、たくさん連続ジャンプ、こうタンコブだらけになるやないか。そしたら、ちょっと待って、連続ジャンプじゃないでしょ絶対。応援キスやって、はい、チュッチュッチュッチュー、もう一回マリオ攻撃してもらって、多分ダメだよな。ちょっと待って、やってみる。連続ジャンプじゃないよね絶対違うと思う絶対ボロボロに出るんでしょ。どんぐらい出るんだろう、ちょっと気になるけど。待って、壊滅するよな、7でだってね。もう一回ちょっとどこまで行くのか。やばくない、あぶねえ、ちょっと待って、これ怖い。どうなってる、おお、増やすな増やすな、ちょっと何これ、うわ最悪は。ちょ、最悪やろあいつ待って、食ったりすんの。あ、でも同時にいっぱい投げ、ちょっと待って、本当かなこれ。ちょ、マジで分かんねえ、連続ジャンプしていいのか分かんねえ。これ一気に投げられたらマジで一瞬で終わるぞこれ。待って、ここで終わるけど、まだまあ大丈夫だから。どうしようかな、もう一回連続ジャンプやってみるか。なんか赤いの出たけど、ねえ赤いの出ましたけどじゃ、単行部一掃したいときどうしたらいいんですかねもう物知り関係ないよな、やばいなこれ。待て、一気投げとかやられたらマジで終わるんだけど、どうしようどうしよう。ミニミニくん惑わせのかな、思い通りに動けなくする、何が起こるかな。いやー、ちょっと待てよ、こっちも単行部山ほどあるぞこっちもあるからな、怖えー、怖いけど応援キスやるわ。とにかくマリオを一回思いっきり強い攻撃の方してみるか、ハンマーで一発思いっきり12。あー、やっぱりだ、攻撃回数少なくだから多分連続ジャンプ嘘だな。ちょっと待って、これ成功させる、ちょっとあんだけ単行部出したってやばいかもしれん。やべえ、ちょっと待って、おいいいぞ。でもこれでも火やめて、マジで消化して、連続で投げてくるとこれはやばいっすね。連続で投げるってなんだよ。うわマジか、これやべえわ連続で投げるってやべえわ。ビビアンで避ける、いやビビアンで避けるもあるけど、ちょっと待って、緊急キノコね、実はもうあと残り1個です。緊急キノコ残り1個だからちょっとやばい
クリスチーヌが30しかないから、5個とかあるとやばいんだよな。だから、自分を高めて、自分を高めてくれる。待てよ、クラウダなんだっけ。敵の HP 吸い取る。吹き飛ばしとかダメだよな、多分。やばちょっと待って。チュチュリーナなんだっけ、マリオの HP アップだよね。でも30だからなるべく HP 高いやつの方がいいな。敵に直接爆発、これはあんま関係ない。これ何使ったらいいかな。思い通り動けなくする、ミニミニくん攻撃力ダウンか。ここは、やべえ、ちょっと、待って、向き、もう一回、超元気じゃなくて、まあ、ムキムキボディですよね。ムキムキボディはもう確定で、やってくれましたね。これはやべえぞ、マジで。なるべく回復されちゃうから、よしよしよし、プラス44。いいぞ。よし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 。で、一回でも出ちゃったら、連続攻撃がきついな。これ仲間やられても、あれなんですかね。やばそうな時はもう防御でしのぐしかないかもな。でも48だから、もう、そんなに、そんなにだよね。ほら、一個しかないんだよ、ちょっと。だからやばいんだよ。怖いんだよ。出したらあかんよな。マジで何やったらいいかわかんねえ。応援キッス、アピール。アピールしとくか。で、マリオを、で、攻撃していく。これを続ける。で、マリオ、途中で投げられた、ここはもう回復する、すぐに。そうしよう。連発で投げられたらまずたまったもんじゃないから、ハンマーでクソ連続ジャンプじゃなかった。連続ジャンプじゃなくて、でも12、いやこれちょっとやばくない。うん、ここはもうアイテム使っちゃってタンコブをもうどんどん飲ませていくと、なるべく HP を満タン状態にさせつつ、あれ食らったらいくつ、あもう来る、うえっやばっ、なんか落ちてきた、あぶねえ。やべえな、タンコブ合戦じゃん。こっちももうタンコブ使っていくぞ。20やばいね。タンコブ使うわ、うん、タンコブ使っていくわ。どんどん赤出たらマジやばい。何してんの、怖い怖い怖い。お、ふざけんな、おい、ふざけんな、ちょっとやめて、何してんの何してんの、これちょっと、やばいやばいやばい、何、びっくりした。これは、仲間チェンジで、ビビアンで、消そう、うん。ここ、ムキムキボディするけど、ビビアンで逃げる。でも赤出てないだけまだマシかな。いや、どんな戦いすると思ったけど、とんでもない戦いですね。なんだこのタンコブ合戦。よし、まあ防御プラス4。赤出てないのがちょっと助かるな。よし。で、ここで影隠れと。よし、これで投げとくれ、投げろよ、おい、出て、よし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 、赤出た時に影隠れだな。じゃあもう出さなくていいから。ねえねえ、ちょっとちょっと同じことしないで。あ、でも待って、10、これ、終わるんじゃね、これで。あれ、あ、やべ、いや、いける
しょ、もう。ちょっと待って、え、怖い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 。これはもう行くべき。いつもの、いつも使ってるバレルで終わりだ。よかった。あ、よかった。倒せた。あ、連続ジャンプの時にビビった、マジで。いい罠でした。危な、緊急キノコさ持ってこなかったから危なかった。うわー、負けちゃった。なんか金色じゃない？またねー。ゴールデンタンコブゲット。何ゴールデンタンコブって、あれ、ゴールデンタンコブないよ。あ、コブロンの光り輝くタンコブ、恐れ多くて食べることはできません。やりました。あ、疲れた。もうコブロン、あ、ゾンババの話で終わりですかね。よし、あ、終わりですかね。大丈夫だよね、チュチュリーナ。一応もう一回100回ダンジョン、もう一回来なきゃいけないのかな。物知りがねあったんだよ。だから一回ちょっと潜んなといけないんですけど、もう今日はね、疲れたんでここで終わりにしましょう。よかった、コブロン倒せた。めちゃめちゃドキドキしたわ。はい、ということでなんとかねコブロンを倒すことできました。罠もありましたけれども、一回ね、クリスチーヌがやられちゃいましたけど、なんとかそれだけで耐えることができました。さあ、プリンスマッシュが残ってるんですけれども、やることがあとお料理と、物知り。物知りがさ、ここね、これ闇パターン、僕闇クリボーこれ物知りしてないんだな。だからもう一回100回ダンジョン潜んなきゃいけないのと、これなんだ、クリボー系だよね多分。クリボー系でハテナになってると。あと残りが、どこだっけ、あ、これか、バリアンの出る粒粒粒、バリアン Z か、月月行ってバリアン Z って感じかな。うん、ここがちょっとわからんけど、なんでしょうね。はい、ということでここら辺を次回やっていきたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。あー、大変だった。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。